日本鹿児島県いぶすき市山川、おかちよがみず参戦おかちよがみずは、鹿児島県いぶすき市の大技。旧薩摩国営軍山川号おかちよがみず村、いぶすき軍山川村大和、おかちよがみず、いぶすき軍山川町大和おかちよがみず。人口は1202人、世帯数は536世帯。郵便番号は8910513である。 おかちよがみの通称として徳光とも呼ばれており、江戸時代中期頃に、さつまいもを琉球から、おかちよがみ村に持ち込み、幸いに成功しの地に普及させたとされる、前田里恵門を祭人とする、徳光神社が、明治時代に創建されて、以来の通称であるとされている。徳光神社には、さつまいも発祥の地の石碑がある。薩摩半島の最南端に位置しており、 イブスキ市の南西部に位置する。あざいの北方には山川大山、東方には山川浜千代が水、西方には海門川尻がそれぞれ隣接している。あざいの南部は海に面しており、長崎花と大隅半島のりつめ先を結ぶ線を境界に、伊北は鹿児島湾、伊南は東、シナ海に面している。あざいのおおむね海岸線に沿って海門川尻にある。 川尻港から山川までを結ぶ鹿児島県道242号、川尻裏、山川線が通り、長崎花から海門を結ぶ鹿児島県道243号、長崎美公園海門線が、フラーパーク付近から県道242号に重複して、西方向に通っている。教育施設は、かつては地域の西部に、 イブスキ市立徳光小学校があったが2021年3月31日をもって閉校となった。小学校跡地周辺に集落が形成されている。麻生駅の南部にはフラーパーク、鹿児島や長崎美公園があり、鹿児島県の観光名所としても知られる。民族学者である柳田邦夫の著書である地名の研究によると小水と呼ばれる市自ら、 村の名前を得て、小水岡と浜の2地区に分けたと記載されている。また、おかちよがみは、南独地名であり、平凡社の日本歴史地名体系には、地計水として、東京道出版の南独地名辞典には、おかちよがみとして掲載されている。おかちよがみの区域の内長崎美周辺は、国立公園の区域であり、地上部は第二種特別地域。 海上部は普通区域に指定されている。オカチオガミズという地名は、江戸時代より見え、薩摩国営軍山川里のうちであった。村高は、三州五地西洋欄によると410国余り、急行急領取調べ町では443国余りであったと記載されている。かつては、エイザートに属していたが、英語旧石町の記述によると、 慶安三年に江里から山川里に編入されたと、される。また、漢文四年の軍村高津町には、岡千代上村が記載されておらず、列町制度や、原読国営図には、大仙村の一部として記載されている。江戸時代の中期、1705年に、岡千代上がの村人であった、前田理恵門は、琉球より、さつまいもを持ち帰り、自宅で栽培を行い、 栽培に成功した後は、種芋や苗を、周囲の農民の配給しの地に広く普及した。前田里江門は、明治時代になり、御かち水の村人によって建立された、徳光神社の祭神となった。長崎花には、異国船園見番所である、持ちしが、薩摩藩によって設置されており、異国船の監視を行っていた。長崎花について、江戸時代後期に、 薩摩藩によって編纂された三国名小杖には以下のように記述されている。長崎市大仙村にあり、この地の尖り市会中に突出すること数町にして、松木森全たり、ゆえに長崎市という、この地に持ちを置く、遠望によきのところなればなり、三国名小杖第22巻、岡千代が水村は、英軍の区域内であったが、山川里の内岡寺が、水村、 大戦村以外の村は、イブスキ軍に属していたため、1889年2月19日に、英軍から、イブスキ軍に変更する旨が採火された。同年4月1日の町村静止校によりそれまでの山川座との区域より、山川村が設置され、それまでのオカチヨガミズ村は、イブスキ軍山川村の大技、オカチヨガミズとなった。1930年には、山川村が、 調整施行し、山川町の大技となった。2006年1月1日に、山川町が、イブスキ市及び海門町と新設合併し、新生のイブスキ市となった。大技名はそれまでの大技名に自治体の名称を、関したものに解消することとなり、大技おかちよがみずは、イブスキ市の大技、山川おかちよがみずとなった。いぶす市立小学校主にを、 中心とした農業地域であり、おチオガミ水の通称である徳光の名前を冠した徳光スイカが生産されている。山川さんのスイカは、江戸時代に薩摩藩によって制作された地種である、三国名称図へ、には美味であると記載されている。会場から見た長崎花と奥に見える、海門岳市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 阿ザ駅内には鉄道は通過していない。最寄り駅は地域の北方に隣接する山川大山に所在している伊ブス枕崎線の西大線駅である。ありがとうございます。